はい、こんにちは、くんです。ということで、やっていきましょう。人狼じゃ四面と、市民に人狼に占い、市民の力で一パン一、基本新一、猫また一、のわるち黒猫一。俺、この配分が一番好きだなぁ。なんだかんだ。おい、やります。さて。おは。スタンプないのか。2日目、新聞が届けられました。新聞いねえだろ。カミングアウト。カミングアウト。遅っ。兄、マジ ?3 か。おお。ああ、占い黒猫ありそうだな。あ、やらかした。はあ？まあ、祭りでいいんじゃね？今人狼なら居座る。黒猫と予想。てか黒猫と見て釣るよりつかさ、黒猫と見てエマ釣るの微妙すぎね。エマつって道連れなら占い人狼。マイク何言ってるの？対抗黒で見てるの。普通強振でしょ。黒猫と見るなら放置だよ。あ、サンドラもいんのか。サンドラもいて草。じゃあエマ釣りしかないわ。仮指定出すわ。いや、いらんでしょ。もう絵祭りでしょ。議論いらん、ジェシカ。絵祭り以外ない。絵馬、黒猫で、道連れ、ありなら、占い行く。これだけ。ツーウルフ。エマは最大黒猫。マイクの提案の通り。フレディ、この盤面見て理解できないなら説明してもフレディは理解できないから、あ、音なかった。普通に絵祭りで。さよなら。1分前。占い黒っぽいねこれ。猫股で占い牽制はこれ占いロラ行ってもいいんじゃね。テマ放置の占いロラで良い気がする。今黒猫で置くんでしょ。マイクだって占い黒になるやん。サンドラ、絶対黒。いや、撤退するの黒っていうのは本当アホだな。お祭りしてわけわからん位置持ってったらどうすんの。じゃあエマがグレー持っていったら狩人とか今後 CO して対抗出てこなくても絶対シーン置けない。プラス仮に猫 CO する人が出てきても絶対シーン置けなくなる。 OK。 エマが黒猫で例えば役職外持っていった時点で以降の猫 CO プラス狩人 CO は全部狼の乗っ取り可能性出るでしか。それ理解してエマつってソフィアウケる。バカだろマジで。なんでなんだろう。なんでそんなアホなんだ。これで例えばフレディ持ってってフレディが猫股だったらどうすんの。でそれで猫股人狼使用したらはい猫股確定ですとかって言うのって話なんだよな。はいさよなら。こうなるとさ、もうよくゲイルとか噛めたな。猫推理しなかったのか一切。ゲイルってすげえ貫通をしてたからゲイルとメアリーは噛めないなと思ったんだけどよう噛めたな今の場所。まあまだ占い持ってってよかったわ。あ、マイクサンドラ黒。マイクアホでしょ占い位置。マイク目線サンドラ黒に決まってるじゃん。いやありえないでしょ。エマ黒猫は黒持っていかない。マイクサンドラはソフィア微妙に論理性ない。やべえな。黒黒しかねえんだよお互いは。もうお互い黒黒以外ないんだよねこれ。黒猫で持ってってるから黒しか残ってないはずなんだよ。じゃ何が出てんのって話なんだよね。ロディ違います。ロディ、黒猫の使用はランダムで黒以外を持っていく。だから、役職使用してる。してないは関係ない。アホだな。時短よろしく。時短よろしく。なんでサンドラ占いなんかしたの？意味わからんでしょ。グレー占えよ。お前アホか。お前アホか。つか、マイクの占い先、サンドラっての。新芽、鬼のようにない。ほぼ新切り。マイク新切りでサンドラかアーニー死んでみるべき。今日はマイク釣りで。サンドラなんて黒しかないからな。マイク目線もサンドラ目線も黒猫道連れの道連れを生き残った占い対抗は盤面的に黒しかありえません。なのに占うの謎。マイク新切り。どうせロラだから、あのさ、結果残すとかいう概念はないのか君は。いや、やべえな。骨骨ルームだな。これ村勝てねえぞ、こいつジェシカ言ってる限り。マイク俺も入れよう。俺目線は狂神死んでるから、なんでそれなのにサンドラ占ったのかって話なんだよな。お前目線何なんだみたいな話なんだよ。30秒前、10秒前、人狼ってゲーム難しいのかもな。まあ、呪われかみたいだろうな。何見てリリアン噛みだ。マイク芯見てリリアン噛んだのか。マイクの白1みたいな。黒打ってくる可能性あるな。あー、パン死んだ。うわー、最悪。パン死んだ。ジェシカ以外の進行になれると思ったのに、リリアンが。はい、マイク死亡で。サンドラ黒でも関係ない。狂神でも黒出す。あ、いやいや、いいでしょ別に。あー、でもいいのか別に。呪われ潰すためにグレーいくか。あー、時間指定して。ジェシカ。おい。占い先で芯切ってる。ロディ、サンドラ、私、ニックやろ。ソフィア、ロディオどちらか。どういうこと？ちょっと意味わからんな。なんでメアリーとニック除外されてんの？マイク目線 ロディ・フレディってどういうこと？マイクってメアリーとニック占ってなくね？なんでマイクは除外した？あ？ニックもメアリーも経費なんでちょいちょいに見て覚醒するように釣ってもらった方が良き。ちょっと意味わからん。ごめん、メアリーが狼じゃないっていう意味にはならないけど、まあ多分アホなんだろう。ほっとこう。そんなことより黒探しだな。まあメアリーあたりでいいんじゃね？昨日しきりにサンドラ、黒でもマイク、シンはないと連呼。確かにその通りだが、マイク、シンで自分が占われた際の保険に見える。よってメアリー釣り。ごめん、落ちるわ。は？は？はあ？お、クズじゃん。ロディ釣りしかできん。1分前。あ、いや、ロディ釣りしかできない。市民透かして落ちた。いや、今日噛まれる。あー、でも、覚醒しても PP に参加しない。いや、覚醒しても突するなら、一緒、放置で。メアリー釣ろや。ロディ落ちるなら、どうせ、覚醒させても無駄。え、覚醒しても意味ないじゃん。つか、むしろマイク釣らないといけない可能性まで出てきた。ロディ釣りの方がいいか。マイク強振で、ロディ突然したと明日 RPP になる。だからロディ釣るしかない。今日マイク釣るかロディ釣るか。1分前。ロディ OK。 マイクメアリー占い。ロディのせいで。多分、十中八九、メアリーやろ。まあ、明日の占い結果次第。ジェシカして、あ、ロディだろゴミ。ロディじゃなくてゴミだわ。マジでさ、途中でやめる可能性あるんだったら人狼ジャッジメントするなって感じだよね。なんか途中落ち全然 OK みたいなムード最近できつつあるよ。謎の。途中落ち大丈夫みたいな。さあ、これで噛まれたいね。難しいなあ。フレディあたりが残ったらめんどくさいことになりそうだな。頼む、噛め。ニックか。微妙なグレー噛むね。あ。はい、ランドが乗ったぜ。危ねえ、ニックだったら縄寄らなかったかもしれねえ。まあよかったね。うわ、メアリーの呪われしか。危ない危ない、なんとかなったな。ゲイル狩人が、はい、ということで、今猫また見てたんなわけねえだろ。まあ兄持ってったのはなんか不幸中の幸いだったな、本当に。はい、ということで、GG、おつ。